はい佐々木徹です本日は3月の7日ですね動画の方を作成をしております。 え皆さんお元気でしょうかちょっと動画久しぶりだったんですけれども、えー、なんとか風邪ひかないと言われてたので、まあ、安心してたらですね、風邪をひいてしまいまして、えー、1週間ぐらい寝込んでましてですね、ちょっとしばらくあの動画作れてなかったんですけれども、その間にね、まあ、ビットコインが、えー、行ったり来たりっていう感じだったんですけれども、少しいいビットコインの動画の方を作ろうかなと思って見てるんですけれども、まあ、動かないですよね、値段がね。えー、ビットコイン暗号通貨、今、膠着状態ということで、 でまあ、あの値段がどうこうというよりはです、ね、ちょっと今後こうなるのかなというような感じがあったので、少しそれだけ公開の動画で、ね、シェアをしておきたいというふうに思ってますけれども、でコインテレグラフとか、まあ、最近いろんなメディアとかでも結構言われているのは、まあ、ビットコインの、ね、トランザクションのボリューム、これ、例えばできあの取引所の出来高というわけではなくて、ブロックチェーン上でその取引をされているその金額ですよね、金額っていうのが非常に低いと。 いいいうようよよよなこととをでですすすねねく耳にされると思いま,すまあ実際低いんですよね結構それをね危惧する声が多いんですよねであのちょっとね最近これを見ながらまあ自分が感じているのはやっぱりビットコインの役割っていうのが少しずつ変わってきてるのかなっていうところですよねで本当にこのトランザクションのボリューム であるとかそのいろんな係数を足してねそのインジケーターを出してちょっと私も見てますけれどもあの本当にその数値だけで言ったら今ね4000ドルぐらいになってないとおかしいんですよただマーケットの方は今1万ドルを超えてねえとりあえず安定的に動いてるっていう状態なのでまちょっとやっぱり性質が変わってきてるのかなというふうには思いますよく多分ね ビットコインは本当に金みたいな立場になっていくんじゃないのかなというふうに思ってまして、よく例えばまあ日常の,その取引でね、取引っていうのはあの日常の支払いだったりとか現金としての使われ方っていうのが増えていけばいくほどネットワーク効果が高くなって価値が上がるっていうふうなのがねありますけれども、 まあ実際の話、ビットコイン、日本であのトランザクションに使えるかというとまあなかなかねこれだけフィアットというかその現金があのちゃんと普及しててあの i c だったりとか使った方が早いという国であればまあおそらく使わないと思うんですよね。私自身もビットコインは少しだけ持ってますけれどもただあの日常用途で使おうということは一切ありませんし 海外の人にね、ちょこっとなんかチップでも送ろうかなっていう時に送ろうかなっていうぐらいで、ただまあ、それも去年、手数力が非常に高くて、もうそういうのも全然なかったというような状態なんですけれども、ただ値段は結構安定をしているという状態ですよね。 でおそらく、まあ、金っていうのはあのに近くなるっていう意味合いなんですけれども、まあ、皆さん、例えばあのゴールドを実際家に持って帰買って持って帰って溶かしてその家で電子回路を作るのに使う人とかってあんまりいないと思うんですよね、まあ、よほどあのギークな人っていうのは別にして普通の人だったら金買うっていう目的があるとしたら、まあ、ジュエリーで買うか家の中で転がしておくかっていうぐらいですよね。 でまあ、中にはあのトイレ作っちゃったりする人もいるみたいですけれどもで結局じゃあ本当にゴールドが世の中でどれぐらい使われてるかっていうと、まあ、産業用の用途って大体18%とか20%ぐらいしかないんですよね。じゃあその例えばゴールドがあった時にそれをあのもっと産業需要を増やせ そしたら価値が上がるからって言って増えるかって言ったら増えないですし別に逆にその産業で使われているのが多くなれば値段が上がるかっていうとそうでもないんですよねもしそうだとしたらシルバーの値段とゴールドの値段が80倍ついてるっていうのもおかしな話であってまあ本来であればシルバーとゴールドなんていうのはねまあ10倍ぐらいの値段に収まっておかないといけないんですけれどもそうではなくてあのゴールドの方が一緒に高いと。 でえーまあ、いろんな理由は当然あると思うんですけれどもおそらくビットコインもそういった立場になり始めたのかなっていう感じですよね。で結局例えばじゃあビットコインと暗号通貨市場とそのじゃあ例えば他の貴金属を比べていいのかどうかっていうのは別の全く別の話なんですけれども例えばじゃあ,あの世の中にあるねプラチナであるとかシルバーであるとかパラジウムであるとかねいろいろありますよね。 じゃあそういった例えば貴金属ってもちろん需給でね値段は決まるんですけれどもおそらくあれがスムーズに値段が決まってる理由っていうのは金があるからなんですよね。でそれは金があるから例えばじゃあシルバーであれば金の80分の1の値段っていうことで値段は決まりますしプラチナであればじゃあ金よりも370ドル安いと。 ということであの値段がねある程度その金というのが一つの基準値になってそれよりもどれぐらい高いか安いかっていうことで、まあ、値段がスムーズに決まると。でなきゃ例えばこんな切れ端の,あの金属にですよその大金を払おうかって言われた時にもちろん産業で使う人は払うでしょうけれどもお,おそらくその値段が一般的に普及して受け入れられるかっていうとそうはならないはずなんですよね。 なので、まあ要は金があるっていうことで、その例えば、あのその他の貴金属も値段がついて、それがちゃんと世の中で流通をする、まあその価値を担保するみたいな、ね、役割に今なっているわけなんですけれども、まあおそらくビットコインもそういうふうになるのかなというふうな感覚は持ってます、感覚はね。まあなので、ちょっと値段だけ見るとね、あのちょっと今はあんまり良くはないですね、はっきり言って。はいなので、そのネットワークバリューの方は全然上がってきてませんし、えー チャートの、ね、中で、例えば移動平均線だけ見ても、まあ、だいぶちょっとあの、いわゆるなんとかクロスみたいなのが、ね、出ちゃったりとかっていうふうになりますあの。そのクロスがどうのこうのっていうか、まあ、そういうふうに見てる人がね、えー、絶対いますんであ、クロスしちゃったなみたいなね、えー、これ弱気だなっていうふうに判断する人は増える材料にもなりますというところですよね。で今は結局もうなんか本当に相場っていうかですね、あの新規のお金がほとんど入ってきてない状態で、だからこれちょっと今下に あのゴールドをひっくり返して載せてますけれども要はですねビットコイン下がればゴールドは上がるみたいな感じなんですよね。 でゴールドが下がればビットコイン上がるみたいな、まあ、じゃあどっちが引っ張ってんだっていうのはもちろんその都度都度で違いますし、じゃあこれがいつまで続くかっていうのはまたあの明確な基準があるわけなんですけれども、まあ、あくまでも現状はこういう状態になっていると、つまりそのレバ組が、まあ、買えばあビットコイン上がるし、レバ組が売ればあビットコイン下がるしで、そのお金が他のところに行けば他のアセットが上がるしみたいなね、ところになっているということになります。 でビットコインはあのこれまでね、えー、何のアセットとも連動してないというふうに言われてたんですけれどもまあ実は連動してますあの最も連動しているのは金利なんですけれども良かれ悪かれは別にしていわゆるその 投機、ね、っていうと日本だとなんかすっごいうさんくさく見られるんですけれどもあの海外だと全然そんなことはありませんのであの立派な資産運用であるとか立派なスマートマネーというふうに言われますんで,でそういったスマートマネーが、まあ、やっぱりこういった暗号通貨の中に入ってきてるということで価格の方がまあ補助をされているというか安定をしているということですよねあのそれがなかったら今多分4000ドルになっていると思いますでな,なってないっていうのはそういったその資産として 運用したいという方であるとか将来的なあの上昇をね見越した組織であったりとかっていうのが入ってきているのでまあ今値段が価値をされているとだから例えば他のアセットと連動しているということですよね。っていうようなことでまあビットコインはちょっと性質が変わっていくのではなかろうかなというふうに思います。 はいということでね、最後ちょっとお知らせになります。私の方で参加しているその外部コースですよね、ブロックチェーンと僕らの未来というスクールがあるんですけれども、まあ、そちらの方でイベントとしてですね、3月12日にスタートアップとハブ東京ということで、東京駅からまあ5分ぐらいですかね、まあ、なんかすごい綺麗なあな創業ステーションというのがあってですね、そこを借りて、 何度かやらせていただいているんですけれども、まあ、そこでやります。で、私の方もそこで出て、そうですよね、多分15分か20分ぐらい話をします。なのでね、これ興味がある方は、ぜひ来てみていただいたら面白いんじゃないのかなというふうに思います。まあ、50人なんであの、ごめんなさい、もし埋まってたらすいません。 あとは、ね、あの最近ちょっと追加した講義のお知らせになります。あのこれはですねビットコインで国境のない富を築き守る完全ガイド実践編というコースを出させていただいているんですけれどもちょっとこちらの方にね短期取引的なことも本日アップをいたしました、まあ、特にねあの結構面白いのは何時ぐらいにまあ値段が上がりやすいとかって結構特性があってですね、まあ、あのその後ろにも必ず理由があってそれを押さえとけばですねその時間帯にポーンと差しといてやればですねあのうまくいくこともあるというようなことだったり とか結構統計的に見るとね、あの意外な事実が浮き彫りってくるので、まそういったようなことであったりとかっていうのをね、全部こちらの方でえ公開をしていますので、ぜひですね、あのビットコイン暗号通貨運用に興味のある方は。 見てみてみいいいいただければという,ふうに思いますはい、で3点目なんですけれども、このコースですよね、ここ下で出してるやつっていうのは、全部今あの、モバイルのアプリで見れるんですけれども、ちょっと先週ね、調子が悪かったんですけれども、ようやく治りました。これは非常にほっとしましてですね、はいでまあ、アプリでいうとね、こういう、なんか、まあ、ティーチャブルっていうシステムを使ってるんですけれども、こういうふうに、これは iPad ですけれども、iOS 等でですね見ることができて、これがですね、ようやく今日から復旧しました。あの非常に助かってます。はい えー、ということで、す、え、べ、ー、てのコースあのこちらのアプリで受講ができますので、ね、結構あの便利なんで、えー、おすすめでございますというところで、はい、これが普及しましたというお知らせでございました。はい、ということで、えー、最後お知らせも少し入ってしまったんですけれどもとにかく皆さん、えー、お風邪をひかずにです、ね、あの素晴らしい。 3月を過ごしていただければと思います。はい、ということでね、こちら公開の動画でした。で、あの今から本編の方を作成します。先ほどやっていただいあの見ていただいたビットコインで国境のない富を築き守る完全ガイド実践編という、こちらのコースを買っていただいた方には、無料のチケットが付くですね、あのクリプト通信というね、週に1回、水曜日配信しているものがあるんですけれども、そちらの方で、今からですね、あの作るコンテンツですよね。じゃあ、ビットコインの動向であるとかがどういう風になっててとかね、具体的な数字等々を見ていくということを、 をしていきたいなというふうに思っておりますのでまたご興味のある方はですねコースの方でお会いできればと思いますはいありがとうございました